ですね、あの爆弾発言なんですけれども、5月からですね、名古屋に転勤になりました。まあ、電球とか使ってですね、ここに参戦はしていきたいんですけれども、ありがとう、はい、特別な場所だと思ったので、はい、参加させていただきたいんですけれども、5月から、名古屋に行ってしまいます。なんと、まあ、そういう自分の境遇とかもですね、この歌がちょっとシンクロ、するところがあったんで、今日はこの歌を歌いたいなと思いました。聴いてください。朝が来る前にです。悲しみがある。
新しい日々の始まりへ、いつかここでまた会えるよねえ、そうだろう、朝来るその前に行こう、流れる涙見えないように振り向かないで、僕は行くよ、今のその先へ旅立とう。ありがとうございます。いやもうこれで終わりなんですけど、あの名古屋行ってからも来ますんで。来てね。はい、来てね。待ってるよ。名古屋にも来てもいただいてもよろしい。やったー。そうだね。頑張ろう。カツじゃない、味噌カツ。味噌カツライブしましょう。あれじゃあみんなでドライコで行きますか。やったー。名古屋ね、ね、みんな名古屋遠征。じゃあちょっと見つけといて。行ってみます。ありがとうございました。ありがとう。またこのままでいいや。また来月は来月一緒な。これ全然。よし。行きます。はい。お願いします。じゃあ高